小金義輝小金義輝は、日本の政治家、官僚、郵政大臣。神奈川県足柄上郡酒田村に、酒造業、小金似座右衛門の四、男として生まれる。神奈川県立小田原中学校、一校を経て、1922年、東京帝国大学法学部を卒業、農商務省に入省する。特許局属。商工商工山局長、鉄鋼局長。 燃料局長官を歴任した。戦後の1949年、第24回衆議院議員総選挙に、旧神奈川3区から無所属で立候補し当選する。以後当選8回。自由党に入党し、吉田茂にかえがられ、党政務調査会副会長、国会対策委員長などを務める。保守合同後は、高知会に所属し、自由民主党資金局長、 全国組織委員長を歴任するが、商工省の先輩である、岸信介、同じ選挙区のライバルである、河野一郎らと折り合いが悪かったことが災いし、1950年代、後半は、万年大人候補と呼ばれ、入閣のチャンスに恵まれなかった。1960年、第二次池田内閣で、郵政大臣として入閣する。現在3階以上の建物には必ず1階部分に、 郵便受けが設置されているが、これは配達員の負担を軽減するため、小金が大臣の時に郵便法改正で定められたものである。その後内閣改造で、同じ派閥の小坂善太郎外務大臣、荒木万寿、夫文部大臣が留任したにもかかわらず、小金だけが退任させられたことから領収、池田隼人との関係が悪化し、福田夫らの東風刷新連盟に移る。 1972年落選により、政界を引退。1984年2月11日、小田原市の自宅が、火災に愛救出されたが大やけどを負って死去した。去年85、1970年くん一等随法省受賞。子に、元経済企画庁国民生活局長の小金、吉弘、議定に、満州国国務院総務長次長を務めた、古見忠幸。 ありがとうございます。